より小さい2024年10月21日、月曜日クライマックスシリーズセ・リーグファイナルステージ第6戦、読売ジャイアンツ対横浜 d n a ベイスターズアット東京ドーム、日本シリーズ進出をかけたクライマックスシリーズ、CS ・ファイナルシリーズ第6戦で敵地で d n a が3対2で巨人を破って4勝3敗で7年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。第1戦同様、巨人、 翔征24横浜 d n a 系29の投げ合いで始まったこのゲーム先制したのは巨人だった1回巨人は2つの子球でにしながら1・2塁のチャンスを作ると5番のヘルナンデス29の打球はショートへのゴロしかし横浜 d n a のショート森系と22が1塁へ悪送球 その間に二塁ランナーの長野久義39が生還し巨人が1点を先制した5回に適時3塁打を放つ d n a 森系と c 3系。追加点が欲しい巨人は4回坂本勇人35の2塁打などで一・一・三塁のチャンスを作ると戸郷がカウント1月2日からスクイズを成功させて貴重な追加点をもぎ取った 逆転を狙う横浜 DeNA は5回、梶原幸喜、25がライトへの安打で出塁すると続く森が宇宙間を破るタイムリー3塁打で1点を返し、さらに代打のフォード32がタイムリーを放ち同点に追いついた。d n a が日本シリーズ進出、C ・ 3K。その後、一進一退の攻防を繰り広げた両者。 菅野智之35と小林誠治35の菅小場バッテリーで横浜 DeNA 打線を封じ横浜 DeNA もリリーフ陣が奮起共にスコアボードにはゼロが続いた勝負を決したのは9回横浜 DeNA は西三塁の場面で牧集悟26が対戦金のタイムリーを放ち勝ち越しに成功最後は森原康平 32が追いすがる巨人打線を抑えてゲームセット d n a 巨人ともに3勝ずつで迎えた今試合3連勝から3連敗で逆王手をかけられていた d n a がペナントレース覇者の巨人との接戦を制した巨人が d n a に敗れて日本シリーズ進出ならず C3K d n a はレギュラーシーズン3位から見事に下克上を果たして日本シリーズ進出を決めた7年ぶりの日本シリーズで横浜 d n a が対決するのは当時と同じソフトバンク前回は2勝4敗でソフトバンクに敗れた横浜 d n a だが今度はリベンジを果たすだろうか